ずっと眺めていたが、特幼い頃から、今も色あせたこの景色は真っ白。はっはっはどうも、ラルカンシエルです。この番組は、あなたもチャージ、マサルもチャージ、落ち着かない世の中に元気と笑顔をお届けする情報バラエティ番組です。さて、今回は川越市にございます、今話題のケーキ屋さんにやってまいりました。なんと、聞いたところによりますと、ワンちゃんも食べれるケーキがあるということで、本当なんでしょうか？早速、行ってみよう！お邪魔します。うわ！すごい！すごい。もうほんとケーキといろんなお菓子の香りが。ああ、本日はよろしくお願いします。お願いします。それでは今回お世話になりますパテスリーシエルさんの松本隆久店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう匂いからすごいですね。そうですね、本当にもうお腹減ってきました。はい、お店はもう長いんですか？まだ5年しかない。これでも本当おしゃれで、もうちょうど今ハロウィンの時期ですから。そうですね、すごいお店も可愛く盛り上がっておりますけども、このパテスリーシエルさんは他のケーキ屋さんとどこがこう違う特徴とかあるんでしょうか？小麦に関しては一応全部なんですけれども、はいはいはい、牛乳、卵に関しては一応ちょっと一部の商品にはなってしまう、はい、ですけど一応川越さん、埼玉さんっていうので一応やってます。地元。そうですね、地元は埼玉県の川越の愛がねあるということなんですけれども。そうですね、であとはまあ市役所の方に行ったり、はい、あの農政課さんとかに行ってちょっと、はい、教えてもらったりして、はい、あのイチゴですとか、はい、ブルーベリーとか、はい、あとは蜂蜜とか、はい、まあ、そういうところを紹介してもらって、はい、そこからあの仕入れさせてもらってるというのはあります、ね。うわ、そしてあの噂に聞いたんですけれども、はい、この動物用のケーキがあると聞いたんですが、それ本当なんでしょうか？そうですね、動物って言ってもちょっと全般ではないんですけど、はいはい、ちょっと私も動物なんですけど、はい、そうですね、はい、ちょっとその犬に属しちゃってるんですけど。犬、はい、ワンちゃんも食べれる。そうですね、ということです、はい、さあそれではこちらが実際のワンちゃん用のケーキなんですか？そうですね、はい、こんなに可愛いんですか？だいぶ可愛く作っちゃいました。食べるのもったいないですね。これも松本店長が。そうですね、あとはまあスタッフもいるので、スタッフ、こんな細かく、これ本当にこんな細かくできるんですか？もうあの作った後ハケとかで整えて。あ、そうですね、細かいです。これワンちゃんもこのあれじゃないですか、ご家族も一緒に食べたくなっちゃうんじゃないですか？そうですね、まあ食べられなくはないですけど。あ、人間もいけます？あ、そうですね、でも砂糖不使用とか、はい、あ、じゃあ健康じゃないですかダイエットに。はい、グルテンフリーで。あ、いや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 、これちょっと、はい、こっちの立体に関してはやっぱちょっと共食いになっちゃうんじゃないかと思う、はい、あるんですけど、はい、まあそこは仲良く、はいはい、平和にです。そうです、はい、まあ、あとは今常時あの販売はしてるんですけど、はい、一応愛犬の写真とかを、え、再現もね、まあ、一応近いものですけど、はい、まあできればぐらい、はい、こちらも事前にやっぱこちらにかけていただいた方が。そうですね、ここよろしいでしょうかお店おすすめの商品、はい、まあ、全部だと思うんですけども、はい、特にこの旬の商品だったりがございましたらぜひ教えてください。そうですね、まあ旬でいうとフルーツだとやっぱシャインマスカット、今は好きですよね、みんな好きですよね。そうですね、はい、あとはハロウィンの時期なので、はい、一応カボシャ商品を何種類かは、はいはい、通年でこれが人気っていうのはありますか？まあ、やっぱ一番出るのはショートケーキです。うわ、ポスターもね貼ってあって、あ、初めて知りましたけども、毎月22日がショートケーキの日ということで。そうですね、まあそのこう合わせじゃないですけど、この22日の上に15日が来てるのが、はい、この15日がイチゴということで、まあ今日のねこのイチゴ一会も大事に頑張っていきたいところですけど、す今回はケーキ作りを体験させていただけるということなんですけども、はい、
初心者でも大丈夫ですか？そうですね、まあ、その去年からちょっとその子供 の, その夏休み企画じゃないですけれども、ちょっとそういうのを、ね、体験コーナーが、あ、そうですね、体験教室みたいなものがある、そうですね、そういうのをちょっとやってはいて、今日は僕も頑張って、はい、ちょっとよりちょっと歌声だけは甘いんですけども、本当にケーキも甘くして頑張っていこうと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずどんな工程からなんでしょうか？そうですね、今日はちょっとショートケーキを作ってもらおうかと、はい、はい、スポンジからですか？あ、スポンジはすみません、ちょっと焼いたのになっちゃうんですけど、出来上がったものはこちらでございます、はい、こだわったこの埼玉県の小麦ですか？そうですね、はい、まあ、当店はちょっと2段 の,、はい、あのショートケーキになるので、はい、ちょっとあのスポンジを切ってもらおうかと、やってもらおう。でもこれがこれをこの合わせるってことですね、こうやって。あ、そうですね、でこの木に沿って、はい、これをこう便利ですね。これあのお子さんの教室でも使われてるんですか？そうですね、はい、うわ、これ押さえた方がいいですか、こうやって？あ、あのスポンジを押さえた方が、スポンジを押さえるのがポイントです、はい、でずれちゃう、ね、こっち押さえがちですよね、はい、はい、でこれを押さえて、はい、で軽く押さえるぐらいで、はい、こうやってなみなみする、あ、そうですね、包丁のそれを利用するという、はい、これ合ってます、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。うわ、この架橋が難しいですね。そうですね、やっぱあの切れちゃうんで、はい、うわうわ、ちょっと切、あ、大丈夫です。このバランスはどうしたらいいですか、このこのから。あ、そしたらあのもうちょっとこう包丁を大胆に大きくで、はい、あ、こう、こうですか？あ、そうですね、うわ、はい、大丈夫です、はい、でこれあの、はい、いちごのシロップですね。うお、これをこう、はい、あの竹でやっていきます。いちごのシロップは本当に嫌いな人いないですね。そうですね、本当に。これはヘタを取るんですか？ヘタを取っていただいて、はい、あ、あのヘタは普通にこれで切っちゃって大丈夫。あ、はあ、ちょっとヘタしてしまいました。切るわけですね、はい、で、はい、縦、こ、横、あ、そうですね、で、そっちの、はい、のが安定する。どういう、どっから切るんですか？ここですか？あ、もう端から、そうですね、こういう感じですか、はい。うわ、4ついけます？はい、大丈夫です。うわ、久々になんかやってますね。久々にやってる。うわ、この瞬間ですよ、これ。本当に水筒に詰めてお出かけしたいところでございます。うわ、今日あのこれあの検証員になってもいいぐらいな気持ちで来たんですけども、はい、あの僕に優しいシエルさんでございます。、はい、これぐらいのすればですか、今こう取っていただいたぐらいですか？あ、そうですね、そのぐらいで、はい、はい、こっちを使って、はい、置くだけの、はい、これが、はいはいはい、はい、それであの、はい、ですね、このままこう平らにのし、はい、全体にいくようにしてもらえれば、はい、うわ、あ、そのぐらいで大丈夫です、はい、で先ほど切っていただいたいちごを全体的に、はい、であとここに、はい、はい、ちょっと全部入んないかな、はい、で大丈夫、はい、はい、こういった断面でございます。これが1段目ですね、はい、でまた先ほどと同じぐらいの量で乗せてもらって、はい、これぐらいですか？はい、うーわ、ケーキ作ってるみたいです、これは。いや、ケーキ、あ、ケーキですね。さすが、もうさすがのツッコミでした。いやいやいや、はい、そのぐらいで大丈夫です、はい、そうしましたらこちらを、はい、あのこちらで乗せていただいて、はい、あ、こっちじゃないですか、こっちなんですね。そうですね、その方があのスポンジに、はい、またシロップをやるんです。うわ、シロップが、次シロップですよね、はい、これ一般的なショートケーキもシロップって塗ってるんですか？一般的、そうですね、でやっぱお店によってちょっとその使うシロップのものが違うので、はい、またこれをこう掴んでいただいて、はい、ちょっとこう穴を埋めてほしいんです。はあ、ちょっと難しいんですけど、いつもあのステージの穴を埋めてるんですけど。そこを食べた人がクリームが な,、はい、あのないと悲しむんで、多めの、はい、多めの方が、はい、少ないよりは多い方がいい。そうですね、浅田さんが食べてここががっかりしなければ大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、そしたら一瞬で今終わりましたね。あ、すいません。ちょっとクリームの硬さを変えてます、はい、お、ちょっと先ほどやっぱこう中に、はい、あの硬いクリームじゃないとどうしてもこう崩れやすいので、ちょっと固めな、そういったこともあるんですね。でその固めなクリームで周りを塗ろうとすると、はい、やっぱあの塗りづらいので、はい、柔らかめのクリームにして、はい、硬さ選べるんですか？選べます。
企業秘密じゃないですか。ここからはですね、はい、ちょっと難しいんですけど、はい、これをですね、はい、またちょっと伸ばしていただいて、はいはい、結構これ厚さって分かんないもんですよね、はい、分からないですね。シエルさんはどれぐらい乗せてるんですか。私はそのまあ高さスポンジまで全部入れた出来上がりで一応11センチ前後に、はい、じゃあ僕の位置と同じぐらいですね。そんな低いんですか。ちょっとうっかり始めでした、すみません。今度は横塗るんですけど、はい、もうあの置いてくるだけで大丈夫。横難しいです。難しいですね、はい、どれぐらい。あ、もうそのぐらいで大丈夫です、はい、もうそのペタペタってやってでまたここやってもらえれば、はい、後で伸ばすわけですね。後で伸ばします、はいはい、仕上げは松本店長が行っておりますクリーム均等法ですか。均等法、あ、そうです、はい、均等法がすごいですね。もうパティシエ歴は何年ぐらいになるんですか。もう20年ぐらいです。長いですね。バレットナイフをここの側面に沿わせていただいて、はい、こうしてでその後は、はい、でこれの台をこっちにゆっくり回してもらえれば、はい、はい、あ、こういうことですか。あ、そうです。うわあ、やばいですね。え、これ切れちゃっていいんですか。あ、大丈夫です。ちょっと多いんだと思います。うわ、あ、そうやって本当に均等にしておくわけですよね。はい。うわあ、そうやってこの、そうですね、均等に、はい、この平等に先ほど置いてきた夢のクリームをですね、はい、この平等に今やる作業ですね。で、ここからこう、はい、ショートケーキ平らになると思うんですけど。そうですよね、平らがなかなか、はい、ここからですね、はい、ちょっとこうやって平らにしてもらう。うわぁ、取っていくんですか。ちょっと、あ、そうです、そうです、取っていく感じです、ね、ここもってことですよね。はい、そうですね。うわぁ、うわぁ、あ、楽しい、楽しい楽しい楽しい。これは体験喜ばれますね。はい、もう同じような作業を子供でもやっていただいてるので、はい、どうも子供です、ミスターチルドレンです。じゃあちょっとやっちゃいますか。はい、うわ、クリーム足りてますか。大丈夫ですか。あ、足りてます。もうこれで綺麗。うわ、この、はい、こういう使い方なんですね。あ、どっちでも僕はできるんで。うわぁ、すいません。はい、はい、このままだと持って帰れないじゃないですか。はい、持って帰るのにこういうのに乗せるんですけど、はい、これこのままこうやって持ち上げて、はい、こう移すんですけど、はい、やりますか。結構今簡単にもこれ崩れちゃいますよね。あ、そうですね。この辺3分の2ぐらいの場所、3分の1というかのところを持って、はいはい、どうしてもこれだけだとバランス悪いんで、はい、片方の手を入れて、はい、こうやって2点、うわ、まあハの字っていうんですか、ね、はいはいはい、こういうことですね。あ、そうです。で持ち上げるとここから手が入るんで、そこからここですね。あ、そうです、はい、で、でこちらに移して、え、むずはい、あ、ここですね。あ、そうです。共同作業で行ってます、はい、で、で、手は、はい、それで手を抜いてもらえれば、はい、あ、大変ここが、あ、大丈夫です。はいはいはい、はい、来ました、来ました、ホイップタイム来ました。世界中が皆さん待ち望んでいるホイップタイムの時間やってまいりました。上に行っちゃうので、はい、この間のところをちょっと押さえていただいて、はい、うわー、力加減で、あの、もう片方の手で押すと出てきますので、はい、こちらで好きなようにしてください。ちょっと待ってくださいね。え、こういう、あ、そうです。そこで、こっちを押した時にこっちにクリームいくと力は分散しちゃうじゃないですか、はいはい、なので押さえていただいて、片方、はい、左手でここでグッと押してもらえば出るので。え、これどんな、あ、もう多分難しいので、こういうことですか。あ、そうです。え、むずむずいです。高さとかなかなか、そうですね、わ、
あでもちょっと細かくやろうかな今日、はい、今日って初めてやってますけど、はい、これは楽しいわ。うわやばい、あやばい、これあれですね、本当集中力ですね。そうですね、じゃあもうちょっとこちらあのこれで、あ、はい、うわちょっと修正しないと結構困る。子供にもいつもあの好きなようにやっていいようにしてるんで、そうやってこうやって渡して、はい、もうだからもう個性が出ます、ね、うわ来ました、はい、さすがです、はい、ちょっと衣装っぽく、あ衣装、こういう衣装着てます、はい、これヘタを切ってですね、はい、ヘタを切って乗せてもいいし、ヘタのまま乗せてもいいし、あそういうパターンもあるんですか。あります。どっから乗せていくのがいいんだろう。この真ん中はありましたっけ。もう真ん中乗せるのもいるし、周りやる方もいるし、そうですよ、もう本当に、あそういう使い方あるんだっていうのも思う時あります。独自の、あはい、子供によって全然違うみたいな。このケーキ作り体験はいつもどの時期にやってらっしゃるんですか。夏休みとかですか。夏休みの企画っていう感じで、なので去年初めてやりまして、はいはい、あの冬に、はい、冬休みをやるんですかとかの問い合わせはありました。確かに冬だとまあクリスマス、年末ね、お正月とか、そうですよね、ちょっと忙しいんでお店的にちょっとできないですって、ね、こと断りしたんですけど、ちょうどちょうどですね、来ました。シエルさんの松本店長と頑張って作りましたコラボレーションケーキ。いやもう初めてにしては綺麗です。ケーキ入刀です。カットしないでね。うわー本当に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。独身のプロです、よろしくお願いします。ありがとうございますえクリームが濃い、クリーム屋さんこれ、うわこれはショートケーキ人気だわ。本日はありがとうございました。ありがとうございました。もう貴重な体験をさせていただきまして、もうよりケーキが好きになりました。よかったです。ありがとうございます。シエルさんからお知らせございましたらお願いします。はい。そうですね。まあ今は秋なので、はい、まあシャインマスカットですとか、はい、まああとは10月ハロウィンということで、はい、かぼちゃを使った商品が出てますので、はい、ぜひ。ご来店ください、はい、もう旬な食材を使った美味しいスイーツをぜひ召し上がってください。そしてお店のインスタグラムがあるということなので、はい、ぜひフォロー、チェック、コメントよろしくお願いします、はい、そしてご予約はこちらまで、はい、何度も出しておりますけど、はい、ぜひかけ間違いないようにお願いいたします。それでは恒例の俳句で締めくくります。ワンちゃんもいちご一会に映えしえる。マサルのご機嫌チャージ、また次回。シエルさんはいいよな